ょっとビビってんでしょ。かなりビビってます。じゃあその他押します。なんでやねん、頭おかしい人やな。陣内の名前返せ。陣内名乗るな。何これ、こんな、いやそんなん。皆さんこんばんは。今回もゲーム好きの芸人さんをお呼びしてトークを楽しみながらゲーム実況したいと思います。大阪からですね、息のいい若手をお呼びしました。陣内さんです、よろしくお願いします。おはようございます。陣内智則です。いや金田村君です。金田村君でしょ。ちょっとビビってんでしょ。かなりビビってます。なんか またそのあのこれは前回、はい、初めて見るけど1時間半のうち30分はスラムダンク、1時間は陣内さんやってるそうなんですよ。そう、昔陣内さんが桃鉄こだわってやってはった時にちょっと怖かったのを、まあ、再現してくれて、はい、させていただきまして、俺ら桃鉄をこうやるためにやっぱ陣内さんの指導が欲しいのよ、はい、あ、まあそうですね、その厳しくしてほしいタイプ。本当にうまくはなりますからね。そうそう、めちゃくちゃ成長しますから、はい、成長するしさ、もう人前に出ていけると思うね、はい、いつもだから品川とか甘やかすから桃鉄が全然馬なれへんの。それがすっごい困るやつ。桃鉄嫌いになりません、大丈夫ですか。大丈夫、大丈夫。だからそれが厳しい叱咤激励とか指導があった方が、予想で行った時に恥かかんから。確かにルールはね、ルールはそうだ。なるほど、あくまでも成長したいということなんですね。そう前回あれだけやったから、もうあれだろ、2年目ぐらいまで行ってんだろ。もうまだ1年目やえ、最初の決算たどり着いてへんねん。2時間驚きの2時間やって11ヶ月や。まだ11ヶ月驚きのですよ。11ヶ月ですよ。いやだからその陣内さんの指導がもう厳しすぎてさ、まずお茶飲んだら怒るし、トイレ行きたいって怒るし、トイレ行きたら怒るし、お菓子買いたいって嫌や言うし、だから厳しすぎるから、いやなかなか行かれへんかったね。その中でやらないとやっぱ成長しないんで、はい、いやそうそうそう、はい、それだけの環境で陣内軍団の門下生として成長したわけやから、結果的に、ね、一晩で急激な成長しましたから、はい、もうだから膝が変形してるぐらい、膝がもう変形して歩き方変わってましたから帰りは今日も楽しくもお手伝いできるのは陣内さんのおかげです。よいしょあそこから出てこないから、いや本当ですよ。ここまで聞こえてるんじゃないんですか、どっかの部屋とか打ち合わせして。もうここまで行ったら陣内さんに怒られるの僕じゃなくて東野さんですよ、もう俺三井社長、あ、そうか、スラムダンクか、ノリでつけたから、ノリでつけたから、それやるとこうなるんですね。三井社長、俺ね、ツアーのまで52マス、1年目結構ありますね、4億7240万、2月ってことで、これはまずどれをその他でいいんですか。その他なんでやねんオープニングその他始まってるあるわけないでしょ、そんなこと始まってるよ、分かれへんね俺、知らんから早かったな、体に陣内を入れて入れて今お茶飲もうとしてたの、やめてまでやってましたもんねじゃあ、ね、特急周遊とか、特急周遊でいきましょう。これ決定で、これでいきましょう。あれ今季節いつだった。いや季節感は背景から確認してくれいやだってあの今飛行機やから海やからさ、俺このエンジェルはどういうエンジェルなの。いや どういうエンジェルって、エンジェルはこの状態やね基本は。じゃあこれは今なんかチャンスタイムみたいな感じ。俺はそうですもうやってたら分かるわそれは。じゃあその他押します。なんでやねん頭おかしい人やな。サイコロカードや、カードサイコロにたどり着いてくれ、早く。怖いよ、はよ。特急はサイコロ3つ、急行は2つ。毎回読むなよ説明文はよせ何回か使うとなくなります。いや、いいね、そんな確認は。じゃあ特急、はい、捨てる。なんでやねん捨てるなんていう選択肢ないねんじゃあなんでこれあるんですか。あるから。いや、そのカードの枚数が溜まった時や。あ、持ちきれへん時に。もういっぱいいっぱいですよ。そうや、それ以外で捨てるのないねん、はよ。これなんでもんはよボタン押せ。いや、なんでも押せ。マジ今も押せ。押してますけど。押しながら、何度前が押すねん。押してます。お前は押すな。陣内さん、俺3つサイコロ振りますけど何でと思いますか。そんなトークいらんねん。ここに
出た数字のみが進行や、それが、はい、全然言葉がまだ体の中に陣内さんが住み着いてないか、ちょっとまだ折り切ってないですね。陣内さん下ろしてください、ちょっとちょっと頑張って下ろして陣さん陣内さん、折り切ってないっていうのがあるんですよ。折り切ってましたもんね、選手。じゃあいきます。よっしゃ、行こう。やっ、はい、おお、11。ぶっちぎりいいよ。よっしゃ、ピンクの矢印信じて、いくで。4きた、行きましょう行きましょう、陸地に、あと少し。さあ、なんかええやつ出ろ。いや、お、あ、嫌なやつ払うやつだ。そうですね。これどういうこと、ほっといていい、現状ほっといていい、すごい。2億120万円をそっと置いていった。そう、めちゃくちゃ嬉しい。言えねえ、いちいちそんな感想は。あ、クジラいるじゃないですか、あそこ。いや、ええねん、クジラも後ろにおんのは。毎回おるわ、そこ行ったら。いつでもホエールウォッチングできんねん。ホエールウォッチングできんねん。これは横はマグロですか。いや、知らんわ、カツオやろ。いやいやいや、マグロでしょ。マグロじゃないの。カツオ、いや、カツオかな。カツオか。でも伊豆やから。ええー、ねん、早押して。ほんまに終わらんで、このゲーム。39でぶっ飛びはやりすぎだよな。そうですね。物件飛びカードって何ですか。これは多分、あ、なるほど、独占できる都市まで飛んで買い物ができます、はいはい、あんま知らないじゃないですか、ジンさん。いやいや、このカード知らんでしょ。知ってるよ。物件飛びカードってどう、え、なんですか、なんですか、芝くぞ。いやいや、物件飛びカードなんで消えちゃう。いや、失礼やろ、アホ丸出しやん、芝くぞって。知らないでしょ。知ってますけど、じゃあほんまマジで、いや、なんで1週間の時間あったから、うん、桃鉄もっと勉強しようとか思えへんの。あーやないや、休みばっかりやのに何もやることないやろ、家よって。いやいや、怒ってますやん。ほんまのダメ出しですやん、それ。いやいやいや、ほんまのやつですやん。いやいや、クラブハウスも23人しか聞いてなかったから。やめてください、あの、ほんまに。大曲りのクラブハウスが23人しか聞いてなかっただろ。閉店ガラガラなってるじゃないですか。平均20人ですが、やめてください、言うの。これどうしよう、これ使って、あれ、まあ一か八か、その近づく可能性もありますけど。独占的に年も飛んで、いった、あ、17件もある。いや、いいとこ行けんじゃないですか。いいとこあるんじゃないですか。選べんのかな、ツアーの。さあ、どこまで飛びますか。あ、選べる。うわー、あ、なんじゃ、なんじゃ、なんじゃ、うわ、すげー、すげー、いや、全然知らないよ。全然知らないじゃん、こんなにいいカード。陣内の名前返せ、陣内名乗るな。新しいカードやから。そういうのもあんねん。いや、これすげえ全然、あと5マスまでいったぜ。そうや、これ陣内、ほんまの陣内やったら教えてくれたもん。だから偽物嫌やねん。偽物が生きがってくんなよ。いやいやいや、ほんまやわ。おかしいやろ、調子乗ってるよ、偽物。おかしいやろ、今日も受ける思って何も考えてこいよ、やったやろ、偽物。先週と同じことやると受けると思ってたから。腹立つ、おい、何や。それで呼ばれたんやろ。何やねん。いやいや、もう3月のプラスマスなんかどうでもいいから、早押さえて。3月のプラスマス、どうでもいい。3月のプラスマスどうでもいい。いやいや、どういうこと。2000万と800万ぐらいは、こういうとこでスタート。夏のプラスは大きいんですよ、冬のマイナスはでかいんですよ。だからちょっと気にした方がいいですけど、もうこれ秋とか、あの、春はもうどうでもいいですよ。いやいや、はよ、金を払っしゃい。1440万稼ぐ、どんなに頑張らなんで。3年持たへんぞ、そんないちいちやってたら。ゲームしながらボリボリ書かない。ボリボリ書かない。見てるな、ちゃんと見てるな、痒くなってる。前回より受けてないから痒くなってる。ええ、エンジンもかかれへんくて、もうなんかすごい今脳がもうパニックです。どんなんだったっけっていう。何やったっけ、何がボロに言ったっけ。え、あれ、先週と違うな。何ですかね、違う。そりゃそうよ。え、これでもそろそろほんまにキングボンビーになりますよ、これ。ちょっとみんな、だから、どういうこと。そろそろ、まあ時間が経ってるんで、変身してもおかしくない
どういうこと？どこ、何が？おい！やっちゃうね。あやだ。おいでやす小田や。遅れてきた。遅れてきた。おいでやす小田。おい！え、後半はこのキングボンベイが近づくというか、あのなんか誰かにつくんやろ。まあ、変身しやすくなってくるので。きっかけはなんでキングボンベイつくの？どう。このタイミングでしっかりは決まってないですけど、突然来るんですけど、いつなるかわからない、うん、いつなるかわからない、そろそろやばいかもね。ビリになった人がつくかも。そうですそうです、はい、でどん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 あのお金と吸い取られる。やばいですやばいです、はい、やばい、ね、行かないと早く行った 8! うわっ、うわっ、こっち来るんだ。いや、こっちから行ったらどうだ。なんでやねん、矢印が示してるやろ。いや、こっちからも行けるんですよ。行けるけど、行けるですよって。いやいや、ヒロシのやり方あるから。いや、そうですよ。このなんか関西のそういうなんかこう決めつけのなんか芸風やめた方がいいですよ。いやいや、矢印でまず一番近いとこ見た方がいいって。いやいやいや、だから加古川のやつ嫌いやねん。いやいや、加古川全体バカにすな。いや、バカにしてないけど。いや、厳しいねん、加古川のやつ。いや、厳しないですって。帰って一軒やけど。あれ勝った方がいいって。ですか？ 100% やぞお前。いや、そんな言い方ないやん。そボンビーがいるから人それぞれ考え方あんねんから。いや、持っとった方がええって。ウルリン、ウルリン、ほら、なんで今の今買ったやつ売られてるじゃないですか。そういうこともあるけど。ちょっと、なにこれ。こんな、いや、そんな汚いやり方ですね。ここはもう5だから。なんだ今の。あ、行く。いや、どっから買わないで行こうとしたのに。いや、これは切れて当然やわ。それ怒りますよ、それは。3! うわー、近い近い、あと2。いや、これはもうやめるだな。よっしゃ、やっと決算来ましたよ。おっそ、ロコモーション1号が40キロ走ったのが世界最高ですよ。そこ読むやつおらんねん。いや、いるでしょ。いや、いるよ。入ってんだ。入ってんねん、もういるよ。あそこ読むやつおるおるよ。情報とか勉強しなあかんし。失礼だ、桃鉄さん。そうで、配信とかしてたらよりね、丁寧に。キャスターの矢社姫です。それでは今年度の収益額の順位を発表します。いいね、さあ、ちなみにロバート博士さん、はい、1位は誰だと思いますか？いいね、いいね、そんな予想トークで。2時間番組収録してんちゃうねん。編集ないねんから。東野さんも調子よかったけどな。いい、いい、広島やっぱ上手な陣内さんもあるしな。って思ってて、陣内さんだな。誰だろうな。じゃあちょっと分かりました。分かんない。いやいや、結構ですよ。別に答えなくても結構です。あ、はい、楽しみですね。トークやねんこれ。篠原さんは？いや、でもやっぱこの決算の時期ってこうなんか1年のね、そう締めくくりというか、その収益だけを締めくくるというよりは気持ちも締めくくっていきたいなという。なるほど、なるほど。そういう新たな気持ちで新しい新年度を迎えたいなぁなんて思いますけどもね。じゃあ順位はもういい。順位は言わない。順位は全然思いつかないな。どういうタイプのトークやねんこれ。せめて予想言えよ。順位は優しいから。予想も言わへんのに何の時間やねん。マジで人が傷ついたらあかんし、ね、誰かを1位にしたら誰かが最下位に出てくる。ええねん、押せボタンを。難しいからな。じゃあちょっと順位の順位発表します。ええねん、行きなさい。最初の年の1位は一体誰にやるんだ。頼む、頼む、頼む。さあ、ロバート博士さん誰だ。いやー、頼む。自分でやれ、自分でやれ。あるわけないやろ。来い、あるか、ボンビーついてんのに。いやー、お願いします。早せえって、マジで。いますよ、決算で終わらんて。ルカワ社長1位。誰がルカワか、みんなピンと来てないやろ。誰がルカワか。ちなみにルカワは品川さんです。いや僕。そう、ほら、本人がピンと来てないやん。ほんで、ピロシが田村博士、陣内君、まあねはいはい、俺が三井、2000万、はい、赤木が0円ですから。ゼロですか。まさか品川さん自分がルカワっていうのを忘れてるっていう。ちょっと、天命。一旦 CM です。いやー、0円か。いや、おもろい、この番組おもろい。これ面白い、おもろいわ。いや、意外です、マジ。CM 中やらんでええねん。
生配信や。で3年は終わらそう、ほんまに今日で。いや3年は終わらそう。いや、分かりました、分かりました。じゃあ行きます。全員押して、全員。あと赤木社長とルカワ社長、全員押すね。あ、押す、はい、全員。俺もルカワもや。全員や。決算は全員押す。最終的な順位を決めることになりますよ。いきますよ。よっしゃー、おー、変わる。逆転です。逆転、逆転。じゃあ一旦 CM。 ないね、 CM。 めちゃくちゃ面白くなった。めちゃくちゃおもろい。見てみ、1000万歳やで。ええー、わ、 CM 中やらんで。こんな台本でも書かれへん、ベタすぎて。ええ展開、ええー、持ってる。5秒前です、5秒前です。持ってる。さあ、生放送でお送りしております。いやー、すごいなこれ。すごい、この面白い。ないんですよ、 CM。 ミルダムやから。面白いな。早く3年終われへんよ。はい、早く全員押すよ、全員が。お願いします、全員。すみません、押してください。ルカワがおさん。ここで俺もじゃない、もう全員、全員。はい、グラフは A、 全員押す。さあ、え、誰が。グラフはほんまに A。 グラフはいい。僕が分かんない。そして品川ルカワ社長は、グリーンですから。おせー、巻いた、巻いたって書いてございますよ。おせー、グラフはマジでいい。しがむとこないから押せ。誰や、戻してんの、そのテクニック。俺もしないやつ。押して戻せんのかい。まあね、ピロシ。いきますよ。3人ヒロシだから。そうなんですよ。ヒロシもちょっと反応しちゃうんですよ。トリプルヒロシ。さあ、これは入ったか。誰が。え、あ、入ってる。ありがとうございます。すいません。やばい、やばい、めっちゃ強い、さすが。ありがとうございます。ジンさん。すみません、さすがじいさん。いただきます。一気や。すみません。すげえ、 これがじいさんや。これがじいさんに教えてもらった方法ですよ。すごい。諦めへんよ。ごか逆転。え、ちょっと貧乏神。いや、早い早い、読まれへん全然。誰誰、貧乏神わかんない。貧乏神がわかんない。貧乏神誰。あ、もうめちゃくちゃ早い早い。もうどうせ、戻せ全然見れなかった。戻せ、戻らへんねん、桃鉄は。